アメリカの製薬企業アンブレラ社によって開発された T-UNIS 有機生命体兵器 BOW を生み出すウイルスとしても研究をされてきた。自らが新人類の創造主となる野望を成就するため、この T ウイルスを使った強制進化で完璧な肉体と頭脳を持つ従順な POW を育成することを計画した男がいた。だが男は志半ばで姿を消した。それから数年後、アンブレラ社は倒産した。しかし男の意志が受け継がれ、完璧な BOW を完成させようとする者は今もいる。静かね、いなくなったわ。まさか。でも音が。さっきもそうだったじゃない。扉の向こうにうずくまって二人たちが出ていくのを待ってるのよ。そうよね。それよりここは誰か倒れてる。ゾンビ。わかんない。確かめて。私が。そうよ。どうして。看護師なんでしょ。あなただって。私は。わかったわよ。どう？生きてる。え？眠らされてるだけ？じゃあこの部屋かも。他にもいる。生きてる。こっちも。じゃあどうする？どうするって。ここはどこですか？知らない。皆さんはどうして？知りません。すいません。あの、どなたか何かご存知の方とかいらっしゃらないですか？君こそ何も知らないのか？何も。僕たち誰かに連れてこられたんですよね。拉致？集団拉致？まさかここ日本じゃないなんてことは。拉致が確かな情報でパニックになるな。すいません。でも可能性としては。確認してからだ。どうです？ダメだ、繋がらない。妨害電波でも飛ばしてるんじゃないかしら。多分。ダメ、かけないで。はい、服装はこの先どっかで遭遇した時に知ってるのとそうじゃないのじゃ大違いでしょ。
それは言えるな。なあ、はい、思い出してくれないか。リーダーらしき男は黒っぽいスーツを着てた。で、あと白衣の男が一人と戦闘服のようなものを着た体の大きな男たちも数人。戦闘服？兵隊か？そんな印象でした。ね、そんなのいた？いたじゃない。そうだっけ？武器は？持ってなかったと思います。本当でしょうね。暗かったし動揺してたので絶対にとは。僕たちの健康状態をチェックするように言われたっていうけど。私たち看護師なんです。だとしたら向こうはあなたたちを看護師だと知っていて拉致したってことですか？多分ね。ということは犯人グループは僕たちのことも誰だか知ってるのかな。わかりません。私たちも皆さんと同じ被害者ですから。本当かね。どういうこと？普通に考えてお前らこれを企んだ奴らの手先だろ。違うわよ。信じてください。この状況で信じられるか。ゾンビだ。笑わすな。じゃあ信じなくて結構。勝手にここから出て行ってゾンビに食い殺されて。なんだと？あいつを見たでしょ。あいつを。あれが人間？どう見ても人間じゃないでしょ。ゾンビなのよ、ゾンビ。拉致犯の男もゾンビだって言ってました。そんなもんがいてたまるか。いるのよ現実に。あいつを見なさいよ。あいつ黙れ人殺しが。なんだって。あいつがゾンビじゃなかったらお前は殺人者なんだぞ。やめてください。もう少し彼女たちの話を聞きましょう。そうですね。ここはどこなんですか？本当にわからないんです。彼女も私も目が覚めたらここに。二人は前からの知り合い？いえ、ここで初めて。じゃあお互いに看護師であること拉致犯の男に聞かされました。だから名前もまだ。一体何が起きてるんだ？わかりません。誰の仕業？わかりません。知っていることを全部話してもらえませんか？話してるじゃない。でも私たちも本当に何も知らないんだ。何でもいいんです。この部屋まで逃げてくる間のこととか、その間に見たり聞いたりしたことを話していただけませんか？まず犬。犬？腐った犬のゾンビも大量にいるわ。どこに？この屋敷の周り、全てです。嫌な声でうなって吠えて、いつでも襲いかかってくる。犬がゾンビってどうして分かった？ゾンビかどうかは分からないけど、殴っても殴っても起き上がってくるし、ゾンビじゃなかったら狂犬病。とにかくすごく危険で。玄関ホールから外への門は見えたんですけど、外の犬の数を見ると私たち二人じゃ突破することができそうもなくて。玄関ホールまで行かれるんだ。はい。でも鍵がかかってて開かない。鍵か。鍵はどこかにあるんでしょうか？どこか他の場所が出口なんじゃないですか？それでも何か仕掛けがあるってこと？仕掛け？開けるための。私たちもいろいろやってみたんですけど、そしたらゾンビが集まってきて。信じようか信じまいか、ゾンビはゾンビ。とにかく腐った死体がそこら中にいて襲ってくるの。真っ只中にいるんだよ。ノロノロしてたらより危険が増すと俺は思うね。
緒に来るやつは。まだ死にたくないから。それに玄関ホールの鍵がないんです。そうか、じゃあな。待ってくれ、一緒に来るから。いや、そうではなくて。じゃあ自分は自衛隊のレンジャー。レンジャー、サバイバルのプロだ。それで一人は危険だ。ゾンビはもちろんだが、彼女たちの話によると訓練された兵隊がいる可能性もある。しかもこの建物はどういう意図で設計されたのか知らないが、我々が潜入訓練、脱出訓練のために使っている施設に雰囲気が似ている。どういうことですか。彼女たちの言ったことが本当だとすると、我々は選抜テストにかけられていて、この建物はそのために作られた可能性がある。誰が何の目的で。それは分からない。あんたら本当に何も知らないのか。知らないわ。私だって帰りたいの。帰りたいの。とにかくここから脱出するにはお互いに協力する必要がある。協力、信用できるかどうか分からないのに、この中に俺たちをこんな目に遭わせた奴らのスパイが紛れ込んでる可能性がかなり高いと思うけどな。それでも協力した方がいい。単独で行動するのは危険だ。私もそう思うわ。俺も。僕もそう思います。で、どうするんだ。まずチームに分かれよう。なるほど。そのためにそれぞれどんなことができるか知りたいから、職業と名前を教えてほしい。え、君たちが名乗りを上げない気持ちもよくわかる。だから名前は本名でなくてもいい。ここだけで通用する名前でいい。だが何をしているのか、何ができるのかは本当のところを教え合わないか。でも俺はジンの、さっきも言ったように自衛隊のレンジャーだ。サバイバルに関して専門教育を受けた。エビ原です。看護師です。医療の基本は分かってます。阿部です。同じく看護師です。俺はザマ、ジャーナリストだ。紛争地域を取材してきた。戦場とかも。ええ。ここだけの名前でいいんだよな。自分で忘れなければ。俺は伊原、IT 関連の会社を経営している。唐沢です。医者です。大学病院に勤務してます。本当ですか。ご専門は。外科です。それは心強いです。よろしく。フリーターの寺山です。学生。いえ、学生ではありません。バックパッカーで世界中を回ってます。そう、一人で。はい。じゃあ自分のことは自分でできるわけだ。一応皆さんの迷惑にならない程度には。土井と言います。少年サッカーのコーチをやってます。それが仕事。はい。何の役にも立たないとは思いますが、体力には自信があります。それは大事なことだ。鈴木と言います。進学塾で教えてます。無難な名前を選んだな。いや、そういうわけじゃ。奥抜きです。弁護士です。弁護士。まだ成り立てですが、人権関係が専門です。私は安藤です。銀行に勤めてます。あなたは。私、婦人警官をしておりますバンドと申します。そうですか。じゃあ特殊な訓練も受けておられるわけですね。一般の方に比べれば。いわゆる不敬さ。ええ、どうして。いえ、身のこなしが軍隊経験者のように感じたので。そうですか。じゃあチーム分けをしよう。3つに分ける。分かった。まずリーダーを決める。どうやって。時間を無駄にしたくないので自分の案を言う。もし反対意見があれば言ってほしい。リーダーは唐沢。はい。ザマ。ああ。そして自分の3人だ。意義はないよ。とっととグループに分かれて行動しよう。唐沢。はい。ああ。実はなんてことなく外へ出られるんじゃないか。こんな手の込んだ拉致にあったのにすぐに出られるのかしら。坂東さんでしたっけ。ええ。ずいぶん落ち着いてらっしゃいますね。そんなことありませんけど。婦人警官でらっしゃる。ええ。じゃあ危険の際は先頭に立っていただけるってことだ。どうして。警官は納税者の安全を守るべきでしょう。こう見えて私高額納税者ですから。なるべく同じチームにならないことを祈るが。チーム分け発表する。自分のグループは寺山。はい。土井。はい。奥行き。はい。俺のチームは坂東。はい。鈴木。はい。安藤。僕のチームは海老原さん。はい。阿部さん。はい。それと井原さんです。後方支援の医療班だとお考えください。じゃあ行きますか。玄関ホールの鍵を探しに。その前にこのフロアをもう一度チェックしよう。使えそうなものがあるかもしれない。使えそうなもの。もし我々を拉致した人間がここからの脱出テストを仕掛けているんだとしたら、何かヒントや脱出に必要な道具を残していると考えるんだが。水や食料。薬もあるかもしれませんね。
あまり考えたくないが、武器とか。武器？もしかしてこれ脱出じゃなくて殺し合いゲーム？もし武器が出てきたりしても持たなければいいんじゃないんですか？そんなことできるか？そんな話は今はいい。とにかくこのフロアのチェックだ。よし、はい、はい。どういうことだ？武器を持った誰かが襲ってくるってことだよ。襲ってくるとは限らないと思いますけど。なんだと？こういうものを置いて僕たちを混乱させて疑心暗鬼にするためかもしれません。だといいけど、もし襲われた時に反撃もできずにやられるのは俺はごめんだ。ですが。銃を扱ったことはあるのか？ハワイで撃ったことがある。やっぱりその程度だよな。俺はいくつもの戦場を取材してきた。銃火器はちゃんと訓練を受けた人間が使うのでなければ何の役にも立たない。ザマさんの言う通りだ。素人が銃を、しかも建物の中で撃つのは危険すぎる。この中でそういう訓練を受けていたのは神野さんと坂東さんだけですね。ちょっといいですか？なんだ。普通に考えて殺し合いをさせたりするでしょうか？確かに状況をした形で僕たちは拉致をされたわけですよ。でも殺し合いをさせる前とはどうも思いにくいんですが。僕もそう思います。それにもし持ったりしたら撃ちたくなるんじゃないかと思うとそれも怖い。相手はゾンビだけじゃなくて兵隊もいるんだぞ。それでもこっちは丸腰でいくのか？せめてリーダーぐらい武器を携行したらどうだ。もし相手が訓練された兵隊だったらこちらが全員武装していても何もできずに終わる。そりゃそうかもしれないけど、何もしないってのは。武器はそれなりに重量がある。普通の行動や特に逃げるときに邪魔になる。そうだな。我々の対抗手段はとにかく逃げることだ。じゃあこうしよう。持っていきたいやつは持つ、持ちたくないやつは持たない。各自の判断に任せようじゃないか。それはダメだ。なぜ？団体行動において規律は必要だからだ。規律？俺たちは軍隊か！注射の跡だ。おい、どういうことだ。俺たち何か注射されたのか。知りません。嘘はつくなよ。嘘なんかついてないわ。なんだって、一体何注射されたんだ。何かの人体実験か。知らないわよ。ここ出られたら絶対訴訟を起こしてやる。落ち着いてください。僕たちは眠らされていたわけですから、麻酔か何かだったかも。冷静だな。お前何か知ってんじゃないのか。知りません。わからないことでパニックになるより脱出することが先決じゃないんですか。寺山君の言う通りだ。落ち着こう。落ち着いて出口を見つけよう。脱出できればちゃんと検査も受けられる。
だがこっから出れないことには何も始まらない。それだけは事実だ。ああ、どうした。もう一人いたんです。え、実は僕ずいぶん前に目が覚めていて、でも怖くて動かないようにしていたんです。そしたら少し先に起き上がって、そこの扉から出て行った男がいたんです。だから鍵が開いてたんだ。うん。じゃあその間にゾンビが入り込んでくる可能性も。どうしてそんな重要なことを。すみません。そいつは寝てたのか、それとも様子を見に来たのか。寝てました。僕の方が先に目が覚めてましたから。多分。どんなやつだった。スーツを着てましたけど、大柄な人でした。それで出て行った気に戻ってきます。少し前ってどれぐらい。1時間くらいにはなるかと。全然少しじゃないじゃないか。仕事はやめましょうよ。隠していたわけじゃん。じゃあどうしてこんなタイミングで。どうしてって。お前スパイなんじゃないのか。違います。ダメだ。この屋敷、妙な奴らがうようよしてる。この人、この人が出ていった人です。あんたも拉致された人間か。やっぱり拉致か。やっぱり。何か心当たりが。いや何も。俺も皆さんと同様、何がどうなってここに連れてこられたのかは全くわからない。覚えがない。とにかく目を覚ましたらここに寝かされていた。薬で眠らされたんだと思うけど、俺は多分皆さんより麻酔薬に耐性があるんだろう。それで先に目覚めた。もしくは注射で投与された麻酔の量が僕たちより少量だった。どうして。僕たちを混乱させて疑心暗鬼を煽る向こうの戦略の一つかもしれません。向こうって俺たちが誰を相手にしてるのか分かったのか。いや、君は。俺も知らない。向こうにいる妙な奴だって。だからゾンビなのよ。まだ信じてないの。ゾンビ。うん。ああ、ゾンビだって言われればかなり納得いくでしょ。どんな奴らなんだ。腐った匂いがして全員動きは鈍い。俺はホームレスなのかと思ったけど、ゾンビね。言われてみれば確かにあれはゾンビだ。そいつらは何をするんだ。動きは鈍いんだが襲いかかってくる。反撃しなければ殺される感じがする。倒しても倒しても次々と向かってきやがる。痛みとかを感じてないみたいだ。痛みを感じない。いや、そんな風に見えるんだ。俺は格闘技にはちょっと自信があるんだけど、倒れはしてもすぐに起き上がってくる。それもゆっくり。動きが遅いんだったら逃げられるんじゃないか。逃げようと思えば逃げられるんだけど、とにかく数が多い。だからこっちが疲れてくるとどうしても追い詰められる。俺も追い詰められた。出血が。これくらい大した傷じゃない。どうやって逃げてきたんだ。こいつを見つけたらエンジンかけて振り回したから、多少向こうにも被害はあったと思うんだけど、シャツの血はほとんど返り血だ。一応消毒を。はい。あ、こちらへ。唐沢です。医者をやってます。そうですか、ありがとう。俺は神野、陸上自衛隊のレンジャーだ。橋本です。大学で経済学を教えてます。大学の先生ですか。ええ、でも格闘技が趣味で体力には自信があります。詳しいことは何も分かっていないんだが、どうやら我々拉致され、ここから脱出するゲームの駒にされたようなんだ。脱出ゲームの駒？何ですかそれ。とにかくここを脱出しなければ何も分からない。で、3チームに分かれて出口と玄関ホールの鍵を探そうということになった。それがいいですね。自分がやっておいてなんだけど、単独行動はやめた方がいい。橋本さんは唐沢チームに入ってもらおう。他のメンバーのことを話しておいてくれ。はい。じゃあ行動開始を。はい、はい、そうだ、何か武器になるようなものはないのか。え、鉄パイプでも棒でも何でもいいから持っていった方がいい。奴らを素手で殴ったり蹴ったりしたら、こっちの体にもダメージが蓄積される。それが銃やナイフが大量にあるんだよ。おい、だけど武器に関しては素人ばかりだから、武器の傾向はかえって危険だってことになってね。それはわかるけど、武器があるなら持っていった方がいい。少なくとも威嚇に使える。どうする。絶対持っていくべきだ。でもほぼ全員銃なんか一度も撃ったことがないし、というより触ったことがないんです。神野さんは。もちろんある。うちのチームは。俺は何度も撃ったことがある。うん。もう一チームは。私は扱います。婦人警官ですから。じゃあ各チーム一人は銃を扱えるんじゃないですか。だったら撃つのはその人に任せて、あとの人は運び役になれば。賛成。それがいい。少なくともこの部屋の外には我々に襲いかかってくる奴らがいるのは事実なんだから。
運ぶだけならやります。私も。分かった、銃を携行しよう。だが可能な限り撃たないように。長弾で味方を怪我させる確率はかなり高い。それともしゾンビじゃない相手に当たったとしたら、いくら正当防衛だと主張しても殺人もしくは傷害の罪を問われる可能性もある。ここは戦場ではない。もちろんだ。じゃあ鍵探しだ。30分後にここに戻って情報を共有しよう。はい、はい。ここでちょっと待ってろ、様子を見てくる。はい。僕たち新野さんのチームに入れてついてましたね。ああ、でも一体何なんだゾンビって。頭がおかしくなる。人間の形はしてましたが、心が欠けているというか、うまく言えないけど、とにかく人間らしさは全く感じられませんでした。退化した人間とでも言ったような。退化？デボリューション。確かに退化した人間って言われればピンとくる。それとも何か新たな病気の患者？それもあるな。俺たちの知らないところで何か新しい病気が発生してここに隔離されてる。案外そう考える方が妥当かもしれない。その方が現実的ですよね。もしかして俺たち感染者？だから拉致されて監禁されて、注射も、あの注射はワクチン。結論は急がない方が。でもあの唐沢って大学病院の医者と看護師の二人が妙に何か観察してるような目をしてたし、俺たちの健康状態をチェックするとか言って、あの三人この施設の人間じゃないのか。落ち着きましょう。くそ、俺たちとんでもない病気に感染したんじゃないのか。可能性はゼロだとは言えませんが、ただもしそんなことが実際に起きていて全く情報が流れてこないなんてことあるのかな。何か大きな事故が起きたりしたら情報管制はいつだってされてる。じゃあここから脱出しろ、脱出できた選ばれし者だけが次なるステージに進めるっていうメッセージは。それは
何が何だかわからない。冷静になりましょう。僕はここはゾンビの研究所だと思いますけど。研究所？ええ、絶対どこかでゾンビの研究はされてるとは思っていたけど、まさかもう本当に存在していたなんて、ある意味感激です。やめろよ。なぜです？ゾンビは怖いんですか？怖いよ。それが悪いか。いいですか、よく考えてください。僕たちは必ず死にます。人類が誕生してから人類の寿命はどれくらい伸びましたか？50年も伸びちゃいません。いいとこ30年でしょ。だから依然として僕たちは死の恐怖に怯えている。でももしゾンビになってよみがえることができるようになるとしたら、その恐怖から解放されるんですよ。ゾンビになる方が恐怖だ。それは慣れていないだけだからです。ゾンビはゾンビのことを醜いとも臭いとも思って。いいからもうやめろ。どうして分かってもらえないかな。お前一体変ですか。でも趣味レベルですけど、最先端のバイオテクノロジーには興味があるんです。本当にゾンビの研究はされてるのかなと思います。その根拠は？人類はそろそろ絶滅する可能性があるんです。で、複雑な生命体の場合、種の平均寿命はほんの400万年ほどです。これは人類が生きてきた年月にほぼ相当する。だからそろそろ人類という種は寿命なんです。地球上の生命体には深く染みついた性質があります。それは絶滅。どんな種も極めて規則的についえ去り死に絶える。何が言いたい？つまり、そう遠くない将来人類は死に絶え、別の種が地球の主役の座につくことになる。これは明白な事実です。その話とゾンビの研究がどう結びつくのか。そう難しいことないでしょう。要は死に絶える前に死に絶えない種に変わってしまえばいいんですよ。ゾンビ化して。そうです。でもさっきの奴ら見ただろ。果たして人類はあんなになってまで生き延びたいと思うのかな。それはまだ研究途中だからですよ。これから研究がさらに進めば進化型のゾンビだって出てくると思います。今の人間の美意からはほど遠い見た目かもしれないけど、人間よりももっと能力の高いゾンビが現れ君臨する。なるほど。論理的には破綻していない。もちろんです。でももしそうだとして、こんな衛生的からほど遠い環境の研究施設があるか。絶対に認可は下りない。研究施設の使用部はこんな環境じゃないでしょう。ここは言ってみれば厩舎、あるいは豚小屋。豚小屋？そう考えれば腑に落ちませんか。でももしそうだとして、どうして俺たちがここに。それは分かりません。お前あっちぐれもらいついてないのか。おい、やめろ。おい、おい、まさか。土井君、確か少年サッカーのコーチをしてるって言ったよね。ええ、でも嘘です。は、嘘？だって皆さん本当のこと言ってるかどうか怪しいじゃないですか。だから自分だけ本当のこと言っても損するだけなんじゃないかって。それに僕が本当にやっていることを言っても特に何か役に立つとも思えなかったので。じゃあ本当は何をやってる？奥貫さんこそ本当に弁護士なんですか？どういうことだ？失礼ですが、拝見していると最初から割と感情的になることが多かったから、そんな感情的な人に弁護士なんて務まるのかなって思ったものですから。もし嘘をつくにしても、寺山君みたいに最初からフリーターって言っておけば後でいくらでもフォローできるのに、いきなり弁護士だなんて切り出すと結構大変じゃないですか。嘘じゃない！弁護士だっていつだって冷静なわけじゃない。へえ。もういいだろう。僕も本当のことを言ってる人がどれだけ聞いたか実際かなり怪しいと思ってるし、他の人もそう思ってるんじゃないかな。まあ、神野さんがレンジャーだっていうのは結構信じられますけどね。あの人は嘘をついてないでしょ。それにしても少し遅いですよね。確かに。どうする？神野さんはここで待てって言っただろう。それに俺、もう奴らの中を通るのは耐えられない。あの匂い、思い出しただけで吐きそうだ。でもいずれにしても脱出するまでにはまだ何度も奴らの中を進まなければならないんですよ。おい、大丈夫か？おい、おい、おじさん、肉体的というより精神的に追い詰められたみたいです。そうか、ゾンビはいるんでしょ。この先もまだたくさん。返事しに対処しろ。
出ないと生きてこっから出られないぞ。帰りたい。帰れますよ。まだやり残したことだらけなんだ。大丈夫。帰りたい。向こうは鍵のかかった鉄格子がある。だがそれを開けられれば玄関ホールへ抜けられそうだ。行ってみますか。ああ、奥行き行くぞ。はい、行こう。立てるか。どういった調合して使用する。なんだこれ。このハーブの使い方なんじゃないですか。だとは思うけど。試してみます。いや、知らない薬を使用するのは絶対に NG だ。それになんだか人体実験をさせようとしているようにも感じる。はい。ねえエビちゃん、どうしてエビちゃんにだけメールが来るの。
そんなこと言われても。何か知ってるんでしょ。知りません。とぼけないで。やめてください。いいですか。もう何度も言ってますけど、これは向こうの陽動作戦だと僕は思います。お互いを疑心暗鬼にさせ、協力させないようにしようとしてるんですよ。集団心理学の基本です。何か食い物ないかな。やけに腹が減るんだ。今は水しか。ああ、相手を確認する前に撃たないでください。他のチームだったらどうするんです。分かってるよ。撃たないときは安全装置をかけておいてください。行きましょう。スローな動きも納得できる。でも何のために。わからない。なあ、ここ軍事施設なんじゃないか。何でも自分の得意分野に持ち込もうとしない方がいいわよ。だけどこんなことをするのは軍事利用を前提にでもしなければありえないだろう。どういうことですか。全くの推測だから真に受けないでほしいけど、俺はさっきの奴らを見てある種の生物兵器を思った。生物兵器。ああ、人間に代わる兵隊とでも言えばいいかな。過去には軍用犬が特に有名だ。軍用犬？犬に清掃。そうだ。軍用犬の中でも特殊戦闘犬と呼ばれる特別に訓練された犬がいた。まだアンシスコープが発達していないほんの短期間だったが、多大な成功を収めた。犬にそんなことができるの？犬が戦争に使われてきた歴史は古い。警察犬も逮捕の際犯人を攻撃するわ。でも戦争に利用されるってことは、それで犬も生命の危険にさらされてるってわけよね。もちろん。動物愛護の見地からは許されることじゃないわ。当然その議論は今でも続いているが、依然として犬が軍用に使用されていることは事実だ。知らなかった。知っていたらどうするの。反対運動にする。当然です。見逃すわけにはいかないわ。あなたは何とも思わないの。特には。特には。あなたには動物に対する愛情はないの。めんどくさいタイプ。何ですって。やめなさい。あの、何かな。奴らが生物兵器だと思った理由は。ああ、死ぬこと、痛みから解放された兵隊は最強だという考えは昔からあって、戦場の最前線では麻薬の使用を黙認されている場合がある。それはそうでしょうね。その考えをさらに先に進めると、麻薬ではない別の薬物を開発して、それを投与して戦わせれば、恐ろしく勇猛果敢な軍隊が出来上がる可能性があることは否めない。それをここで実験してると。いえ、だから、それはあくまでも推測だ。そんなことがあってはならないし、許されることではない。じゃあ僕たちは、その生物兵器の性能を調べるための実験台としてここに連れてこられた。だから、俺の推測だって。すまん、余計なこと言わなければよかった。どこでも同じなんだな。何でもありません。大体戦争なんてものがなくなればいいのよ。そんな簡単なことならなぜ人類の歴史で一度も戦争がない時代がなかったのかしらね。それは愚かな権力者が常に現れるからでしょ。人間は成熟しない。それを認めてその上でどう対処するかだと思うけど。あなたは軍隊は必要だというご意見なのね。ええ、暴力自体が必要。あなたのような女がいると思うと本当に恥ずかしい。どう思われても構わないけど、今のセリフそっくりお返しするわ。もういいだろう。今協力してここを脱出しなければ。そうね、もう行かない。ちょっと待って。どっち行け。こっちだ。来い。あの鈴木、こっちだ。早く。
ダンサーズと気をつけろ。少し滑る。鈴木、後ろ見て。はい、こっちです。こっち。変な声がするぞ。クレバ、はい、はい、足元気をつけてください。大丈夫ですか？来た、遅れ。はい、大丈夫か？大丈夫です。おい、遅れるな。はい、はい、よし、こっちだ。はい、気をつけて。はい、待って、こっちだ。はい、来い。はい、はい、気をつけて。足元気をつけてください。こっちだ。神野さん、本当に鍵なんてあるんですか？余計なことかけるな。離せ。はい、はい、はい、待って、こっち。すみません、すみません。はい、はい、少し固定さんから気をつけて。クレバ、はい、遅れ。はい、そっちはどう？はい、行き止まりだ。右に行こう。よしよ、道が広いだろ。何かあるか？下がったんだよ。何もないです。ただ奴らが逆転する気があるから。よし、戻るしか。はい、今入った。はい、はい、少し遠い。どうしたのか？どうい？知らない薬は絶対に飲むな。私ゾンビになっちゃうのかも。怖い、怖い。先生、助けて。怖い。鈴木君、こっち、こっち。え、ただウイルスによる遺伝子への影響に 100% ということはありえない。個人によって遺伝子は微妙に違いがあり、相性というものがあるためだ。だからゾンビに感染しても少数の人間は発症を免れる。こればかりは遺伝子研究を続けてもどうにもならない。だが多数の人間を発症させることができれば兵器としては十分なはずだ。しかし我々の考えは違う。少数の選ばれし者が世界を支配すべきである。愚かな豚どもにはそれができない。ゾンビなどいくら作っても意味がないのだ。かゆい。まあ、熱い。かゆい。一体こいつはどうしちゃったんだ。熱い。僕はウイルスに侵されているんじゃないかと思います。ウイルス？ウイルスって何の？例えば狂犬病。ワクチン接種を受けずに発症した場合はほぼ確実に死に至る。確立した医療法はないんです。でももしかしたらワクチンのない新種のウイルスなのかもしれません。ウイルスってことは感染するってことか？ええ、どうやって？一番確実なのは傷口から直接。じゃあ奴らに噛まれたり引っかかれたりしたら、ウイルスが原因だとするとかなりの可能性で感染するでしょうね。かゆい、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 かゆい。橋本は最初に奴らに噛まれたり引っかかれたりしたんじゃ。はい、可能性はあります。じゃあ橋本は奴らみたいになるの？わかりません。でもそうなったらどうするんだ。見捨てるのか？ウイルスが原因ならワクチンがあれば助けられます。ですがこのハーブがそのワクチンなんじゃないでしょうか？メールに起爆作用があるって、あれってワクチンとは違うんでしょうか？わからない。何も実証されてないんだ。でもこのまま橋本さんを見捨てることになるなら試してみてもいいんじゃないですか？どうしてそんなにハーブを試したがるの？そういうわけじゃないけど。こんなことは言いたくないけど、ハーブの効果を知りたがっているように
思えるんだけど。ネビちゃん、何を知ってるの？いい加減に教えてよ。ごめんなさい。何よ。ごめんなさい、私ゾンビに噛まれたそうだ。え？だからってハーブの効果を橋本に試すようなことをしたら、それは人体実験と同じことよね。それはごめんなさい。私ね、本当はすごく怖いの。看護師だから、今までたくさんの人が死ぬところを見てきた。でもこんな形で自分に降りかかってくると、だから誰でもいいから誰かに当たって、ごめんね。Thank you.
僕たち人類は地球の支配者のように振る舞っていたけど、世界は微小な生命たち、細菌はウイルスのもので、それは昔からずっと変わらない。今僕たちはウイルスの逆襲に遭ってるのかもしれない。になる前は名前を言えば誰でも分かるような一流企業にいたんです。いわゆるエリートでした。勝ち組だって言われました。でも僕は勝ってなんかいなかった。むしろ負けていた。負け続けていた。で、負け続けると負けることがどうでもよくなってしまう。でも、こんな状況に押し込まれて、もしここから脱出できたら、何か違う運命を手にできるんじゃないかって、少しそう思うようになったんです。一緒に脱出しましょう。一緒に脱出しましょう。ありがとう。Thank you.
陸が射殺しました。そうか、うちのチームからは鈴木と安藤が消えた。消えた？迷ったか、奴らに襲われたか。彼らの意思で単独行動を選んだようにも思いますが。可能性はあるな。それより橋本の状況を教えてくれ。はい。何があった？ウイルスに感染したんじゃないかと思います。ウイルス？まず事実を伝えてくれ。橋本さんが全身のかゆみを訴え始め、続いて発熱も。触診ですが、私は橋本さんがかなり高熱だったことを確認しました。ですから休憩を取りつつ様子を見たのですが、意識レベルに低下が見られ、具体的には喋る言葉がどんどん単語の羅列になっていきました。例えば？かゆい、うま、熱い、基本的にこの繰り返しでした。知性記憶の欠如と代謝の異常による食欲増大現象が現れていると感じました。それはどういうことが彼に起きていることを示唆しているんだ？あくまで可能性ですが、大脳新皮質の壊死に起因しているのではないかと。それを引き起こしているのがウイルス？ええ、僕はそう考えてます。ウイルスということは僕たちにも感染の恐れがある。ええ、だとすると俺も感染しているかも。奴らの血液や体液をだいぶ浴びてしまった。まだウイルスだと確定されたわけではありませんから。ああ、とにかく早くここを出ましょう。でも一体何のウイルスなんだろう？僕は新種じゃないかと予測してます。それで？ここで行われているのは新種ウイルスの抗体、ワクチンを作るための実験。天然痘の予防法を見つけるために天然痘接種や牛痘接種を行ったジェンなんだよな。そうです。でもだとしたらどうしてこんな拉致のようなやり方で？そのウイルスが軍事的機密、つまり細菌兵器だからかもしれない。え、なるほど、それはあるかも。これはあくまでも噂の息を脱しない話なんだが、アメリカでも新ウイルスは生物兵器として開発されている。でしょうね。その開発途中に研究所から外部に感染が広がり、広範囲に立ち入りが制限されている場所、バイオハザードがあるという。本当ですか？もちろん詳細は軍事機密として公にはされていない。だが感染者は隔離されているという噂、研究はさらに続けられているという噂は一部のジャーナリストの間で絶えることがない。その新ウイルスが日本に持ち込まれた。我々に注射されたのはその新ウイルスなのか、それともワクチンなのか。そうか、ウイルスか。その手があったな。え？ここはゾンビを作る研究施設だと思うんですよ、僕は。ゾンビの研究施設？そう。でもどうやって人間をゾンビ化するのかわからなかったんだけど、ウイルスか。なるほど。は？ここが国家規模どころか地球規模の実験なんですよ。冗談はやめて。思い出してください。ここから脱出しろ。脱出できた選ばれし者だけが次なるステージに進める、あのメッセージは。ここから脱出できた者だけが進化型のゾンビになって人類の滅亡感逃れられる。黙ってなさい。あの時と同じ症状です。じゃあウイルスに感染した可能性はかなり高いと思います。熱い、熱い。こういう場合どうするべき？早く楽にしてやるべきだ。まだ感染したかどうかもわからないんだぞ。いずれにしても自力で動くのは難しい。だとするとここに残すってことになる。そうなればいずれ奴らに襲われる。そんな状況があるくらいなら味方の手で楽にしてやることも必要だ。少なくとも俺はそう教えられた。それは戦場での話だろ。ここは戦場じゃない。ここは戦場だ。なんだと？私もここは戦場だと思うわ。あんたまで。少なくとも全員が無傷でここから脱出するのは無理。現実的に効率的な方法を選ぶしかない。今は感傷的になってる時じゃないわ。しかし医者の立場としてはどうなんだ？言ってみれば、尊厳死ですよね。医療に関わる者にとって最も難しい決断を強いられる時です。ですがそれを決断しないことは責任の回避でしかないと僕は考えます。なんだと？おい、みんなどうしたんだよ。ちゃんとこいつを背負ってっか。他にも俺たちの中に感染している人間がいる可能性あるんだ。実際俺はかなりの確率で感染している。それはあんたも同じだろ。残った全員が一刻も早くここを出る必要がある。かゆい、かゆい、かゆい。
ができます。俺がやる。どいてくれ。どけ。嫌だ。僕はここに残って不老不死の体を手に入れ進化するんだ。いや、僕には君が天使に見えるよ。
になっちゃうわよ。ちょっと待ちなさい。力を制する者はより大きな力がある。皮肉であってもそれが真実だ。弱肉強食、弱い者は倒され強い者の糧とならなければならない。Tウイルスによって我々は強者になる。だが T ウイルスは単なる道具に過ぎない。扱うものによって初めて価値が生まれる。そして T ウイルスを有効に扱える者は一般の人間から見れば狂気をはらんでる人間なのだ。人間には多かれ少なかれ狂気というものが潜んでいる。だからその集合体である社会や組織、国家はいずれも狂っていて当然だ。だが人間は社会を守るために狂気を封印しようとしてきた。それは多数派である弱者が生き残るための手段だ。弱者は狂気を有効活用できない。強者は今こそ内なる狂気を解放し弱者を打ち倒すべき時だ。かゆいよ。僕もです。まだ大丈夫ですよ。
ありがとう。本当に君は体力があるね。看護師はこれくらいじゃないと務まりません。かもな。阿部ちゃんはゾンビに。そう、鍵があった。玄関ホールの鍵。分からん。じゃあホール手前の真っ暗な部屋の天井から意味ありげに吊るされている。しかもすぐそばにダクトの吹き出し口があるのか微妙に揺れ続けている。パチボートがないの？あるにはあるんですけど、時間がかかるとゾンビが集まってきて。撃ち落とせないか？私、射撃の技術は君が一番だ。分かった。ライトをつけられるのはほんの一瞬です。もう弾もあまりないのよね。緊張するわ。頼む。やってみる。じゃあ行こう。はい。僕はここに残ります。え？俺も。どうして？足手まといになるといけないから。俺たち確実に感染した。まだこうやって喋れてるけど、かゆいし、暑いし、腹が減ってさ。僕、脳が完全に侵されて、わけが分からなくなる前に、自分の手で、自分の人生に決着をつけたいんです。この部屋に着いた時から、二人でずっとその話をしてた。ゾンビになってまで生きていたくはないというのが結論です。今回のこの事件を自分の手で世間に公表できないのは本当に残念だ。なあ、脱出できたらこの事件を公にしてくれないか。頼んだぞ。はい。しかしまあ、世界中のあらゆる危険な紛争地帯を渡り歩いてきたのに、こんな平和なはずの国でこんなことになるなんてな。皮肉なもんだ。ホールの扉が開いたらすぐに迎えに来るわ。いえ、戻ってこないでください。ありがとうございます。行くぞ。秒速360メートルだ。では鍵に近い2階部分から撃てば空気抵抗、
風の影響を無視できるんじゃないでしょうか。可能性はある。やってみる。俺が影を照らしたら撃ってくれ。分かった。実は私、パスコードを知っています。どういうこと。海老原さん、これまでも何度かこの試みは行われているのですが、ここまでに3人もたどり着いたのは私が知る限りでは初めての快挙です。快挙？何それ。まあほとんどここにたどり着く前に全滅してしまうので、一人たどり着けば上出来なんですが、それが3人もですから、私は今回はここまでとてもワクワクしました。あんたちょっと何言ってんの。ここに来るまで何人死んだと思ってんのよ。私が最後の扉の鍵なんです。パスコードは私の頭の中にだけあります。あんたここの人間なの。私に手を出したりしたら永久にここから出られませんよ。上等。今の私はあんたの頭にこいつをぶち込んでやりたいだけ。坂東さん、ここは押さえて。冗談じゃない。こんな目にあって黙ってろっていうの。でもまずは外へ出なくちゃ。それに本当の仕掛けには別にいる。この子を殺しても何にもならない。分かった。開けて。お分けしたいのは山々なんですが、でもまだできないんです。なぜ。私たちは最高の知性、最強の肉体が欲しいんです。ですから皆さんの中で外へ出られるのはお一人だけ。一人だけ。はい。これからここで戦っていただき、皆さんの中で生き残れた方お一人だけを次のステージにお連れするように言われています。誰か。私のボスから。ボスって。坂東さんがとてもお会いになりたがっているこの計画の立案者です。だから誰なの。そんなにお知りになりたいのならここを生き残ってご自分の力で確かめたらいいかな。これ以上私たちに殺し合いをさせようっていうの。知り合って数時間であっても仲間は殺せないですか。黙りな。そんな弱い心じゃ生き残れませんよ。お前もな。どうぞおやりください。きっとボスが蘇らせてくださるはず。怖くはないんですよ。死ぬことなんて。ああそう。あの世に行って後悔しないことね。ちょっと何すんの。坂東さん、坂東さん。大して痛みはなかったはずだ。確実に急所をついた。先手必勝だ。先手必勝。君より明らかに彼女の方が手強いだろ。
彼女は多分要人警護のスペシャリスト SP だと俺は思った。バカ。 SP なら格闘技の経験は豊富だし、銃の技術は俺以上かもしれない。だから彼女を先に倒して1対1で君と戦った方がいいと判断した。なぜだ。なぜ。負けるわけにはいかない。君だってそうだろ。狂ってる。素手で殺し合いなさい。いいだろう。なぜこんなことをする。悪いが、俺は先に進みたいんだ。なぜだ。この計画のことはもともと知っていた。軍事機密というやつだ。今回のこともレンジャーのエリートクラスには極秘に募集があった。ほとんどの同僚は死に込みした。だが俺は志願してきた。なぜ。お前たちみたいな平和ボケした人間には分からないだろうし、分かってもらう必要もない。こっちだって分かりなくもない。そうか、分かってたまるか。じゃあまあいい。あまり痛みがないようにやってやる。ふざけるな！
あなたは覚醒したのよ。覚醒、分かりやすく説明してくれないか。ここで研究されているのは、あなたが推測したように新型ウイルス、私たちは T ウイルスと呼んでいるわ。 T ウイルス、そう、アメリカで極秘裏に研究開発されてきた有機生命体兵器 BOW を生み出すためのウイルス。あなた方は初めから T ウイルスを摂取されていた。でもそれは抗体、ワクチンを作るためではない。タイラントの出現を待つため。私たちに必要なのはワクチンじゃなくてタイラントなの。タイラント、 T ウイルス感染者の進化型のこと。今のあなたはその状態。全然わかんない。 T ウイルスに感染するとほとんどはゾンビになっちゃう。この豚小屋にいくらでもいるゾンビたち。でも本物のゾンビも頭を吹っ飛ばしたりしたら蘇っては来れないんですけど。でもね、ものすごく低い確率なんだけど、あなたのように進化型が現れるわけ。その進化型感染者を私たちはタイラントと呼んでいる。で、私たちにはそのタイラントだけが必要なの。どうして？ゾンビは脳に障害を及ぼして知能の低下や自我を損失してる。ご覧のようにここの加藤ゾンビみたいにバカばっかりじゃ、兵隊として何の役にも立たないでしょ。要するにここは強力な生物兵器を作る工場ということ。そういうことです。鍵を開けてくれ。かしこまりました。
されたんじゃ。刺されたけどね。どうして。ご覧の通り。ではあなた、そういうこと。もしかするとあなたはここのトップが女性でも今時珍しいことじゃないでしょ。何か質問がある？タイラントとゾンビは何が違うんですか？タイラントは知性を失っていない。だから指揮系統に属することができるし、自分の意思で行動が取れる。精神状態も変わらないんですか？基本的にはね。じゃあ自分が失われることはないわね。まあ考え方が変わることはあるかもしれない。それはあるでしょうね。それからタイラントは肉体の強化が可能で、さらに自身の意思で肉体のリミッターを外すことができる。どういうことだか分かる？レイ、人間は潜在能力を使い切っていないので、それをある一部分でも 100% 使える人間のことを超能力者と呼んでいるという研究を読んだことがあります。もし肉体のリミッターを外すことができれば、生身でとてつもない力が発揮できるでしょうね。そう、頭のいい子は大好き。だからまず私たちは IQ の高い被験者を集めるの。なぜ？過去にはせっかくタイラントになれたのに、 IQ が低くて覚醒した自分の力を過信して私たちに歯向かってきた愚か者が何人かいたから。本音を言えば私たちは IQ130 を超えるタイラントが欲しいけど、それはなかなか難しいわよね。人類のほんの数パーセントしかいないんだから。結局この子は何にも分からずに死んだ。哀れなもんね。もう一ついいですか？ええ。何？坂東さんはその米軍関係者なんですか？いいえ。じゃあ私たちはあくまで民間企業。民間？タイラントを世界中の軍隊に提供したいわね。死の商人。まあでも人間は成熟しない。暴力は決してなくならない。人間にとって必要悪なもの。さあ行きましょう。坂東さんでもこのマグナムで頭を吹っ飛ばされたりしたら蘇ってこれないですよ。僕は医者として、人間としてウイルスの感染を防ぐ義務があるんです。やめなさい。これも必要悪です。
よせ。お前はタイラント、無様な豚どもの死に責任を感じる必要もないし、ましてや同情する必要もない。お前は選ばれし者、さらなる高みへ進める権利がある。私と共に来い。愚かな人間どもからこの世界を奪い取り、君臨し、新たな王国を築くんだ。怖がるな。神の座を得る資格がお前にもある。どうした？なぜわからない？このくだらない世界のどこがいい？そうだ、それでいい。